んでる方が好き。いやそうなんよ、なんかもう犬なの、犬みたいになっちゃってるの、髪の毛が長すぎて大変だ。カジマと申します。元気ですか？カジですよ。ですね、ツイートしましょう。アフ、アプガニ配信リレー、すごいですね。アプガニ配信リレーがすごいずっと続いていますけども、パソコン元気になった？うん、もうね全然使えます。なんかいろいろ調べて直してました。よかった。そうね、いててて、どうも元気ですか？今日餃子でした。美味しかった。はい、あら、トム犬くん、クマ、立派なクマ描きますね。山田さんからの今日はリクエストだったんですけど、リコーダーダジャレって言われました。すごい、やっぱりあれなんですね。トム犬くんありがとう。なんかやっぱりあれね、すごい言い方悪いけど、おやじギャグ好きなんかな。私もなんですけど、やっぱ世代が出るって思った。犬なの？クマなの？みたいな感じにしといた。あ、いや、よりじゃーん、ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。ヘイ、ありがとうございます。イエイエイエイ、かわいく、クマなの？犬なの？みたいな。お前すげえな、お前すげえなリコーナリコーダー。はい、ね、元気？今日は何してました？私はずっと踊っていました。いやいやいや、まあ後日ね、またいい方法、あ、なんだろう、みんな踊ってるじゃん、だって家事戻るよって。ね、スプラトゥーン行ったらってすごい、今夜暖房が必要、寒い？そうか、まあでも昨日一昨日よりかは寒いか。そうだね。リコーダーダジャレってすごい難しいんだけど。あ、そういうことか。ダジャレでね、ダジャレでそういうこと、なるほどね、ダジャレでね。やば、すごい、始め始めて超えて感超えた、すごくない？そっか、ずっとやってたもんね。ね、私やっぱメンバーの配信をこうずっと見てることがなかなかね時間的にできないので、ちょっとねアーカイブとかちょいちょい見たりしてるんだけど、ね、どんな感じなのかもっとちゃんと見たいなって思っちゃう。うーん、そうだよ、にきちゃん、にきちゃんの後はかじちゃん。カジちゃん、そうです、8人か8時間だもんね。そうだよね、スプラ見ながらリコ、あ、え、絶対さ、私さ、よそ見しながらゲームって絶対負けるんだけど、スプラ負けない？大丈夫？いいね、ながらスプラ超楽しいよね。でもすごい、洗濯物、うん、これ上着です、上着掛けなんです私の。
誰が映ってるんだろうって感じだね。あー、コメントしたいから。なるほどね、嬉しいね。でもそれは家事もさっきやってきましたけども、はいはい、くしゃみです今。やべ、出ないやそんなことある同じのあれだって。本当にママがね買ってきてくれたの。なんか私の上着が多いよって言って。どこで買ったのこれ、ちょっと教えて私知らない。出ませんでした。ニトリか、どこだ、千葉のホームセンターだって。これもかな、これも千葉のホームセンターなのかな。じゃあ、千葉のホームセンターってなんだろううちニトリとかばっか行くからな。これどこなんだろう、千葉のホームセンター。へえ、京葉 D2 だって。京葉 D2 って千葉にしかないの。知らなかった。ジョイフルホンダも千葉にしかないの。あ、そうなんだ。そうなんだ。フォーマック、知らん、なんだろうそれ、なんだろう、このとこにもデーツは咲いても。ホームセンター、なるほど、買ったとこで。ジョイフルホンダ初知り。ジョイフルホンダじゃない、違うなのかな。ジョイフルホンダって千葉県民多分全員知ってるっしょねえ、ジョイフルホンダってどこにあるんだろう。ジョイフルホンダは黒い外装のホームセンター。へえ、名前は知ってるけどね、どこにあるか分かんないからな分かんない。ビバホーム、ビバホームは千葉にもあるよね。ジョイフルホンダって千葉県にしかないの。関東なら割とある。あ、そうなんだ。あ、じゃあ違うな。どれどれ、KOD2、 KOD2 ってどこにあるんだろう。でも行ったことあるとは思うんだけど、ね、だってばあちゃんがたまになんか KOD2 がなんだなとか言ってた気がする。地域色で、へえ、そうなんだ。知ってるよ。でも私 KOD2、 ジョイフルファミレス、ファミレスのジョイフルは知ってるよ。先生がロイヤルホームセンター、わかんない。京葉デーツはうちの地元にある。へえ、そうなんだ。どこだろう、どこだろうって、ごめんね、なんか言えみたいな。いや、そう、そうなんだ。一個しかないのかな、みんな知ってる気がする。したらそんなことないのかな。へえ、面白い。島中ホームズ、あ、それは知ってるよ。それは知ってるか。へえ、大きい、大きい、大きい保護センターなのかな。面白いね、なんかね。リコ、あ、リコ、リコ、リコ、何持ってんの。これくれるの。リコだ。ジョイフルホンダは神奈川県外全みんなにやるんだ、みんなやるんだ。
リコちゃんすみたいな、確かに確かに、痛い痛いです。これはみんな思いつくやつね。ちょっとすごいしか思いつかないの。よ、助けて。なんかつまんなそうにされるのすごい寂しいな。すっげえつまんねえみたいな感じじゃん。ごめん。ごめんね。まあみんな期待してなかっただろうな。でもすいません。すみません。悔しいです。めちゃくちゃ。バイバラキ。あ、リッコ最ファンだけどね。本当に。バラエティ対応力を見られてる。リコーダーダジャレってなんだろう。リコーダーダジャレってなんだろう。リコーダーダジャレ、リコーダーダジャレつけるとこでしょ。リコーダーやばいやん。ゼロ点だね。やばいな。リコーダーってこの4文字しかねえのしんどいね。考えとこ。コメントを拾いつつダジャレ。いや今の感じかなと思ったんだけど違うかな。カジの爆笑ダジャレパレード。やばい、みんなめっちゃ、あ、そういう感じで来るのみんな。すごいやばいじゃん。やばい。ソプラノとかアルトとかでもいいんじゃない。でもリコーダーはリコーダーだもんね。ソプラノアルト、アルトリコーダーあるといいよね。そういうことじゃない。そういうことじゃない。もうみんなも嫌そうやん、めっちゃ。ごめん。すっごい。ごめん。そういうことじゃないよね。あると、リコーダー、リコーダー、リコーダーってなんだろう。笛じゃダメなのかな。じゃ今のナスイだね。あと3つやん。めっちゃある。やばい。縦笛。縦笛忘れたんですよ。なんでそんな怒るんですか。縦笛忘れたんです、すいません。立って笛がなんか歩いてって、立って笛がちょっとなんか歩いてったんですよ。これはありじゃない。すごい無理やり、無理やりじゃない。立って笛ってリコーダーじゃないもんな。一緒なんかな。リコーダーの4文字だけじゃちょっと厳しいわ。なんでだろう。悔しいな、悔しいな。あと2つや、あと2つ。まあまあ、あとじわじわ来るなし、恥ずかしいやけ。すごい、みんないっぱい面白い、面白い、なんかやついっぱい持ってるじゃん。みんななんかね、処理してくれる人がいたらいいんだけどね。ちょっとやっぱこういうところでやっぱ鍛えていかないと。すいません、こんな面白くないんですよ。実は私全然面白くないんですよ。すいませんね、本当に極めていきたいところですけど難しいですね。本当は一本グランプリとかめっちゃ見てますもん。本当は一本グランプリのやつ、あのめっちゃフォローしてるんですよ、ツイッターとか。
縦笛はねちょっと面白かったかな、わかんない。リコーダーがめちゃくちゃつまんない、本当にやばいね。一本グラブやりたいもん本当は。あ、テレビに出たいって言ったらすっごいハードル高いから厳しいけど、普通に面白いなと思って見ちゃうから、うん。どちらか一本グランプリと関係ないだって、すいません好きなんです面白いな、みんな抹茶のスイート残ればいい面白いって、やだ、なんでやだねいやいやいや、あそこやりたいんじゃなくて、こうテレビとかで見ててやりたくなっちゃうタイプですって、そういうことですわあ、すぐ出てくるのすごいよね、めちゃくちゃすごいなと思う。面白い人になりたいですね本当にえ、ボンのオーディションあるの？あ、そうなの、あれオーディションなのかな、なんかツイッターであるんだよ。そうそう、ジェリホイホイ思いつくおじさんすごいと思う、本当に思う。ダジャレ好きなんだけどね、なんか、うん、ダジャレ割と好きなんですけど、そうそう、ね、一本グランプリネット募集だからオーディション見てた時がある。いやー私厳しいでしょ、絶対無理だっていやーやばいって勢いで押し切っちゃって、あの中身がなくて地頭悪いって言われちゃうタイプなんで、やべっつって、本当に。いやー面白い人になりたいんですけどね、面白い人になりたいと思ってるうちには絶対になれないですから。そうですよ、なる、なったまで行かないといけないんでしょやばいですね、みんな出てくるね、すごいね。こうだって言って、リコさんの着方は教えた通り、こうだブーンってことやろ。いや面白い、面白い、面白い、すごい、すごいね、よく出てくるね、すごい、ダメや、そこだすごいね、面白いね、すげ、花大陸、確かに そうなんだよ、二つね、絶対出てこない、出てくるはず。滑ったら全て、そうだね、リコーダーに頼るしかないですから。ズーパーティー、ズーパーティーみたいな感じでさ、リコーダーみたいに気になるコーナー組めっちゃ面白い、それめっちゃ面白いえ、すごい、本当にリコーダー見たり聞いたリコーダー組ってくれるじゃん、リボンめっちゃ面白いじゃん、ちょっとそれちょうだいめっちゃ面白いな、いやみんなが言っちゃった、めっちゃ面白いじゃんそれ、大好き、それめっちゃ好きだよ私これは面白い、めっちゃ面白い、すごいね、びっくりだ、これはすごいよ、諦めてないですけど、もちろん諦めてないですよ、諦める選択肢はないですからね、本当に。す
ごいね、これに勝てるものはやばいぞ、ないんじゃないか。すごいな、面白い。なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。最高。あ、じゃあそれで合わせればいいのか。リコーダー、鼻で吹いたリコーダグミ。これから全部これでいくか。全部これでいくしかないな、もう。なんかすごい思うんですよ、本当に。みんな面白いなって思うし、やっぱり伊藤田久美やばいでしょ、本当に本当辛いわ、やばい、本当に面白いね、これすごいよ、擦っていくんだろうな、これからいっぱい、これを。久美さんの写真撮ったし、やばいって、怒られちゃった。え、昨日、あ、じゃない、あ、年末何してたっけ、桃色紅白歌合戦出させてもらってました。あ、場所、横浜アリーナ、あー、リコーダクやりすぎて、すごい質素じゃないけど、リコーダー一本だとなんかすごいさーっていう音楽な気がしちゃうんですよね。やばい、575でちょっと飲みたい。なるほどね、すごいね、やばい、苦しい、ライブ行きたいって待ってます、本当に。リコーダー組、私の特技は鼻リコーダー組ってことでしょ。やばい、もう私絶対あのリコーダーっていう時リコーダー組さん出てきちゃうもん、やばい、ね、やばいね、来られちゃうよ本当に。
フィ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 怒られるね多分。いっぱい怒られることしていこう。人のネタ。私の特技は鼻リコーダクミ、鼻リコダマハルカ。増えた。ハルピ、ハルピ可愛い。あ、もう一回見たいな。ごめんなさい、ハルピごめん。大好きだったよ。怒られるまでがいいせ。本当にね、怒られちゃう。新ネタ。新ネタじゃないよ、でもパクリやからな。テレビやってほしいな。絶対テレビなんかじゃできないよこれ。ダメで、怒られちゃうよ本当に。面白くないしね、あんまり私が言うとさ。ドナルドさんが一発目に行った時は一番面白かったもん。やばいな。みんないろんな人出してくれてる。ダジャレなんかな、わかんなくなってきちゃった。猫ちゃん一回切れた。ああ。私の特技は鼻リコーダクミ、鼻リコーダマハルカ、鼻リコーだろ。私の特技は鼻にこだまきよし、アタックチャンス。ちゃんとやってください。すいません。すいません。楽しくなって。すいません。真面目な顔でもう一度。はい。私の特技は鼻にこだくみ、鼻にこだまはるか、鼻にこだろう。鼻リコーダマキヨシアタックチャンス。あのアタックチャンスの時のボタンの音ラだよね。私はいつも思って聞いていた。分かる人にしか分かんない。そうなんですよ、赤の千切りの太陽だね。このギャグしか出てくる、怖くすぎて伝わらないだよね本当に。もう年中の音が大きいから、もうすごい YouTube の音が丸聞こえだよ、すごいぜ。いいけど良くないか、姉ちゃんが何を見てるか気にしてみて。細かすぎて伝わらない選手のネタけ。で、いや、これじゃ出れない。これじゃ出れないな。じゃあ、あれは？すっ。アタックチャンスって言ってからすっごい誰も回答しなかった時の音、分かる人には分かるのかな。
お分かりいただけたら、細かすぎて伝わらなすぎたっていう回答待ち回答待ちパパボンポンポンパパボンポンポンやつドゥドゥドゥン、カン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 とか言わなかったっけ正解は、みたいなやつ。時間切れの音ってどんな感じだったっけ、ちょっと思い出せないな。あれやった、感謝祭だったらできるんだよね感謝祭の音、オールスター感謝祭レディーゴー、プアサーチェック、じゃあこちらってやつ分かる分かれ、誰か分かる人には分かるかな、どうなんだろう、一応こんな感じだよねっていう好きだからハマってる。俺さ、感謝祭いいよね。CM の時にジングル。あー待って、和音すぎてダメだ。一音じゃ弾けないな。これ誰でもできる。確かに。多分誰でもできるんじゃないかな。予選落ちの音ってどんな音だったっけ、やば、これ山田さんって納得してくれるんかなしないのかな、やっぱり、うん、悔しいところですね。ファン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 、こっちになった。リコーダー一本で表現できるようになりたいですね。 CM 入りの曲はギターなんだよ、メロディーが和音すぎてわからないよ。本家が聞きたいね。動画撮ってボスに送ろう。仮想大賞の審査員のボタン、どんな感じだったっけ、あー全然わかんない。山田社長のいきなりクイズ大会反響するくらいクイズ好きやから、あそう確かに、ポーシュードなんか いっぱいあるな、どれだ、どんな感じだろう、ね、あの、のど自慢のさ、合格の音とかやったらできるけど。で、そろそろ立ち入れください。え？まだ不合格かな。まだ不合格か。不思議発見の募集とかできそう。どれだろう、でも全然わかんない、どれが どんな音だったっけっていう、リコーダーの電こだまするって啓蒙音楽のレパートリー増やす、そうね、後半パクリでしたので脳幹やって、泣いた、また2つ貸したら、しんどいなガチだいや頑張りましょう、なんかなっちゃった、
なんだろう、わかんないな。あ、花笛隊がどこどこと増えた。みんなはすごい出てくる。すごいね、すごいね、すごい。くやっぴ、くやっぴ。くやっぴ、おやじ。なんかね、わかんない、コメントね、そのたくさんくださる、それをすごいって言って終わっちゃうね。そう、そこの何、それがわって入ってくる。全然出てこないじゃん私。めかわいいわ。うわ、やばいな。アルトリコーダー、アルトリ、いやー難しかった、やばい。すごいね、本当に。やばいな。そこが全部消えてしまったから。うち5個じゃなくて3個って勘違いしてたんだよね。今だから言う話。ごめんなさい。すごいね、ほんと。負けだ、乾杯、乾杯だ、乾杯。悔しい、悔しい、悔しいわ。リコーダーのリコーダーは出てて、リコも出てて、あと花笛、縦笛のやつ出てて、あとはこだまはるかと花リコーダーはこうだーっていうやつね。でもそれは脳幹になっちゃったから、あと2つなんですね。これ配信は、はぁ、はぁ、花リコーダーでダジャレしろなって無理だよ。花リコーダーでこう、リコーダーなし、こんな仕打ちないよ。リコーダーな仕打ちないよ。リコー、こだし、こだし打ちないよ。無理やり。無理やり。こだし打ちないよ。こだし打ちないよ。すっごいわかりづらいじゃん。厳しい、はい、はい、ノーカウント、苦しいな。ああ、から笑いが痛い、ごめんみんな、笑わせてしまった、無理やり、すまんの。
出てこないよ、違うんだよ、悔しくて、なんで出てこないんだろう、そう、いやもうなんで私ちゃんと5個だった、5個考えたのに。デジル企画ですね。倖田來未強かったね、すごいわここからなんか出るここがあと4分でじゃがりこさん最高なんで出てくるのみんなが強い、いやすごいですね、デュエルマスターしてる気分です、これだこれだ、召喚ガンバーみたいな感じあすごいな、じゃがりこっていう星座レジがあったか、めっちゃ面白いじゃないですか、すごいなやばいな、さすがすぎて富山気分です、じゃがりこ食べながら、え？リコーダー？知らない、とりあえずじゃがりこ食べるだ、いや面白い、いやみんなのみんなのダジャレで敗北感、みんなが面白い、最高に面白いよ、すごいな本当にすごい、だって私のダジャレ覚えてないやろみんな泣いた泣いた、そんなだってだってだってリコーダーがなんか私服専門だし、だってリコーじゃあだって笛間違えちゃった、だって笛がだって笛私服専門だしだって笛がちゃんとダジャレになってる面白あつらいつらいよ、なんかないかなって今やばい、何してるか分からん クララ的なやつですわ、フエが立ったつらい、もう公開処刑やあ、それかもう、笛のバカ行くじゃないし、あんたなんかもう知らない、笛立ってよ、立ってよ笛、立って笛、笛が立ったやば、怖いわ、うちがアホだねすごいな。やばい。ということでどうでしたか。ごめんなさい、もう土下座でも何でもします。もう出直したいです本当に。ダジャレ頑張りたいと思います。とりあえず、みんなの中での優勝はきっと、私の特技は鼻リコーダー歌ったり踊ったり倖田來未、めっちゃ面白かったですわ、本当にありがとうございました、おのちありがとうございます、いやもう本当に申し訳ない、なんかもうさ
やっぱつまんないんだなってなるよね。ほんと私やっぱつまるんで頑張ります。滑ってもう滑りまくってますわ。ツルツルやね今日。すいませんね本当に。ふざけんな。やばい明日出なかったっけ。あ、もう忘れちゃった。はい、はずちありがとうございます。センキューありがとう。明日誰だったっけ、見損ねちゃったよ。ありがとねありがとう立ってくれはもうほんと苦し紛れのだよね。悔しい本当に悔しい。アミちゃんですか。アミちゃんか。アミちゃんにさ、あでもさ間違えた、それは違うわ。おいちゃんくんありがとうございます。まあれアミちゃんこの間も私アミちゃんにやりしたな。アミちゃん何しよっかな。ダジャレはあれやな、かめそうやな。ありがとうございます。おいちゃんえありがとう。 Thank you ね、ありがとうございます。立ったありがとう。アミちゃんは明日じゃあ何にしようかな。でもダジャレはもう可愛さをやめてあげようと思った。いや私も面白くなかったし、いやあみちゃんいや苦しくなっちゃったら悪いじゃん。なんだろう、あみちゃんってテレビとか見るんかな。あみちゃん可愛さがあるからな。あ、じゃあ、アミちゃんへのお題。いや、でもなんかそれもなんか面白くないな、こんな人もな。アミちゃんの好きな芸人さんの芸人さん？でも芸人さん？なんだろう。猫語。あ、猫語かわいい。いやしんどいかな10分間猫語配信。10分間ちょこっとミント、恥ずかしい、蚊がいた蚊がいた。やばいね本当に。ミントこっちがスケジュールで最高。これをやってほしい。アミちゃん違うか、やめようやめよう、どうしようか。アミちゃんにおおぎりみたいになっちゃうね、私が言うと。面白かわいい一言でアミちゃんを笑わせろ選手権っていうのどうですか。10分間くらい、わかんないけど。で採用されたやつはアミちゃんがやってくれるっていうのはどうでしょう。めっちゃファンの人大変。やばいねこれ、ファンの人大変だけどね。か猫語にしようかな。10分間猫
にゃにゃありがとうにゃってやつ。しんどいよねちょっとやめようか。ありがとうにゃ見たいもん私あみちゃんの。にゃんにゃん配信猫語にしよう。みんながもう猫語にしましょうって言ったけど、ごめん、なんか私ほんとそこでしか考えられない、ごめんね。オタクもにゃんどっちでもいいよ。じゃあみちゃん明日10分間にゃんにゃん配信で頑張ってね。あみちゃん一回心折れたの？折れたの？何したの？ねえ、にゃん大丈夫だった？あみちゃん死んだのやってるもしかして大丈夫？あみちゃんのにゃんにゃん配信を楽しみにしています。ちなみにじゃあ例をねやらせてもらいます。会社が責任を持ってアリストにゃーんにゃんにゃん、あおでこがちょっと広い、にゃんにゃん、わーこんなに広かったんだ、にゃん草原が広がってるにゃん、走れるにゃーん、にゃんにゃん、あこっちもだ、わーすごいにゃん、どこまでも草原が広がってるにゃん、走れるにゃんにゃんってことですわ。頑張れあみちゃん、10分間にゃんにゃん言ってください。頑張れ、私だって1時間いけるよ、全然いける。あーにゃん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 、こすってもこすっても、カジの目がどこにあるかわからないにゃん、小さすぎるにゃんできるよ、いくらでもできるもん、やばいって本当に、いくらでもできる、にゃん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 、カジのまつげをいくら下げてもパッキパキに上がっちゃうにゃん、どれだけ工作してるにゃん、にゃんにゃんってできるありがとうございました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。明日21時からあみちゃん配信やるのかな、頑張ってねいやもうあみちゃんも可愛く可愛くよろしくお願いします。はい、会社はダジャレで沈没したということで、しばらくダジャレのことだけを考えて生きていこうと思います。皆さんに面白いダジャレを見つけたらもうすぐ皆さんに報告しますので、本当に大反省会ということで100倍面白くなって帰ってこようと思いますので、皆さんぜひ1年後楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ということでお手を拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。もぐもぐくん誰もありがとう。あみちゃん頑張れ、にゃん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 、バイバイ。